さて皆さんともこんにちは、ダタラです。カービィウルトラスーパーデラックスで言いましょうか。さあ現在なんと 90%! もうすぐ終わんじゃん、これ。お疲れ様でーす。でも、まだ4つぐらい残ってんだよね。なんか 1% ぐらいしか増えないのかな、これ大王の逆襲とか。短いのかな。ちょっとやってみましょうか。大王の逆襲。デデデ大王が、リベンジを挑む。宿命のライバルの戦いについに終止符が打たれる。ねえ、マジになった大王にピンチだぜっていう。へへ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 へ。頑張るぞい。行くぞい。なんだぞい。うん。ここ暗いぞい。電気代節約だぞい。違うぞい。なんだぞい。なんか飛んでるね、空に。よくわかんないの。なんでしょうね、あれは。あれが、あれは、デデデ大王、デデデ大王号です。はい、ということで行きたいと思いまーす。さあ、パープルプランツ、プランツ。パープルプランツ。何この敵？初めて見る敵？ワードちゃーん。よし。痛い！もう誰やねん。ねえ。ほら、暗い。あ、ブーメランくんおるやん。何このカラス。ねえ、ヨッシーアイランドにいそうな敵やね。さあ、とりあえず、ゲットです。ボムー。なんかと、うわ、なんか全部色違いだ、敵。ソードとかあるやん、ソード、ソード。ソード欲しいなぁ。イェイ。ほら。さて、ソード引っ下げていきましょうか。ウェイ。ほんとなんか見たことない敵ばっかだね、これ。うわ、スリープおるぜ。怖っ。タイガー。ねえ、全然ちゃうやん、敵。全部敵も強化的、強化雑魚的になって、体力もちょっと上がってるっていう認識でいいのかな、これもしかしたら。ね。さあ、ちょっとこれだったら、遠距離系の技とかでいきたいな。よし、なんかここ入りましょう。おう。マシームトマトは欲しいな。痛い、食われたお前よし、回復しとこうか。ぶっちゅ。ヘルパーは別に死んでもええぞ。ひどいこと言うけど。ヘルパーいると敵の体力が上がるんだよね。だからいらないんだよね、ぶっちゃけ。よし。ボムで行く。なんで敵撃ってくんの？さあ、そろそろ中ボスでしょ、この辺り。敵、硬えな、マジ。ゆっくり行こう。よし。うわ、かわいそう、落ちてった。ほいほいほい。へい。さあ、ここは中ボスかな？誰？ファンファン？ファンファンが、ファンファンってウルトラス、スーパーデラックスにはいなかったよね、昔の。ドロッチ団とかでね、アドバンス系の、アドバンスとか DS とかのカービィではよくいる、やべえやつこいつ。ファンファンって、スープレックス？何これ。あ、スープレックスだ。よし。ね、スローとかだったよね、昔は。いた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 。邪魔だ！ドド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 ドスープレックスだったら雑魚的一撃だから楽でドド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 ドはいよっすはい邪魔でーすはい後ろにドーン全部やっつけてやっから覚えとけよおめえらいやーいやーいやってよし雑魚たちだったなスープレックスあったらいけるかな、ボス戦も。へいや。置いてパーンちょっとひどいね、これ。はい、ドーン。勝ったスープレックスの攻撃一発耐えるの、こいつ。ほら。耐えるよね、やっぱ。すげえな、これ。あ、忍者おる。忍者欲しいな。あ、忍者いなくなっちゃった。おい。あ、ちょっと、やっつけらんねえ。おい、えい、えい。さあ、ホピーちゃん来るかな、こっち。やべ。頑張って。よし。これあげよう。忍者が欲しい、俺。ああまた忍者飛ばして、君は。忍者もらいましょうね。イズナ落とし。ひどい。悪魔だ、あいつ。あぶね。さあ、上行きまーす。お花ちゃんだっけ？危ない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 。嫌がらせはやめて。
さあ、お花ちゃん無視して、とりあえず回収。マキシムトマト。これちょっと苦戦しそうだね、なんか。道中の敵が硬いし強い。で、よし。なんかあるアイテムです、こう。あ、ワンアップか。別にいらないけど、もらっとくか。よいしょ。はい。じゃあそろそろ一面のボス、ウィスピーウッズかな。よし。ウィスピーウッズじゃん。勝負と行こうぜ。ウィスピーウッズリベンジ。おお。まあ、あと、所詮はウィスピーウッズですよ。ね。毒リンゴとかある。何あれ。よし。俺もつく、投げちゃおうと。逆に投げてよかったな。ほら結構硬い。硬いっていうか威力低いからかな。忍者の。さあ、ゴールドが降ってくるぞ、うぜえ。ね、大丈夫か、お前。キー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 無敵時間長えな、おめえ。おいバグジー、お前投げろよ、そいつら。いいぞ、いいね、その一撃。強いぞ。はい、ということで、ステージ1、パープルプランツ。攻略完了です。ぽよ。さあ、ステージに行きましょうか。イリュージョンアイランド。アイランズ。なんだろう。春風と共にのステージが、ちょっとおしゃれになりました的な感じかな、全体的には。ねえ、ステージ選択ないけど。わかんないな、なんか。いつな落とし。耐えるんだな、やっぱ。二連投げされてる。受ける。邪魔だ。よし。タコかイカかわかんないよ、お前の見た目。スプラトゥーンしろ。スプラトゥーンしろはちょっと変だけど。ほら、いつな落とし。いつな落としかっこよくない？カービィの上投げスマブラ的な。待って、これ、隠し習得した。ないでーす。あいつ引っかかったぞ。よし。ほら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 。忍者よりもビームの方がいいかな。波動砲みたいなのあるし。一発の威力の高さ的にさ。あ、鳥だ。まあ、いっか。ビームで行きましょう。これあるしね。ダッシュアタック。ダッシュアタックはね、あれで、すげえお世話になった。なんだっけ？カービィの。名前出てこない。名前、カービィの出てこない、あれ。面白いやつ。ね。なんか、あれね。俺言いたいこと分かるでしょ、みんな。あれって言えば分かるでしょ、みんな。俺の言葉は何でも分かってる、みんなだったら。よし。はい。あ、ハンターズ Z だ。そう、それそれ、なかなか言葉が出てこない。ね、おじいちゃんだからね。はい。さあ、そろそろボスかな。うおー。カブーがすげえ気持ち悪くなってる。さあ、ストーンがいいけど、使いづらそう、ここじゃ。ストーンも。ね。じゃあ、カキ食べましょう、カキ。カキ、カキ、カキ。あはー。柿最近食ってねえな、俺。ね。柿フライは食ったけど、フルーツの柿とか長いこと食ってないわ、俺。食いたいな、久々に。誰か食わせてください。食わせてくださいって食えるもんなのかな。ね、さあ、上、あ、マキシムとかだとちょっと欲しいな、あれは。いて。どうしよう。やっつけて。おらー！え！ビーム回収。よし。イエーイ、美味しいブチュ。素晴らしい。全回復したね。バイオスパークって言うんだ、君の名前って。知らなかったなぁ。さあ、そろそろボスかな。2面ってなんだっけ、ボス。海？わからん。クジラくん？うわ、ちょっと大砲まで見て。見た目変わってる。でも、性能はあんま変わってない感じ？ね。主要なワドルティとワドルドゥとかは変わってないけど、このスカーフィーモドキは完全変わってるよね。わー、ストーンのあれ欲しいけど、まあ、回復アイテムだけでしょ、あれは。じゃあ、諦めていきましょうか。なんか、この辺であったら、もらっていこうかと思うけど。いいか、行こう、じゃあ。さあ、中ボス、お、ライオンじゃん。え、お前もなんか、別作品やない、大体出てくんのって。よし、まあ、やっつけちゃったけど。ファイヤーボーイ。いきまーす。さてさて。
え、これでクリア、ここって。2名のボスだった、今のが。違うよね。よし、いっちゃう。うわ、めちゃめちゃビーム。うわ、勝てえな、おめえ。うわ、タッププチップタップ。あ、ロロロとラララララララロロロララララ勝った、お前。よし。勝てえな、ロロララ。よし。なかなかめんどくせえな、ロロララ。倒すのって。やべくそ当たってた。いけるかお前。あー、やられたか。まあいいや、諦めて。よし。あっと、さあやられちゃった、我が友よ。よし。さあ、ロロロやってきて、残りラララ。ラララ硬い。よし。あと一発、二発、三発。よし。下からやる。ビーム便利なんで、これ。あと一発ぐらい。下来い、下来い。撃っちゃうか。ちょ、待ちましょう、これ。ロロロとラララリベンジ。来いよ、来いよ。なんで上なの？まあ、いいけど。当たらん攻撃が。おらー！さあ、ロロロとラララやっつけたよ。ちょろいな、これ。終わり？ステージどこまであんだろう？常識的に考えたら5までだよね。うん、あれと一緒だったって考えたら。さあ、クラッシュ、クラウズ。行きましょうか。クラクラ、クラクラ、あーおーっと、あ、弾の数すげえ増えてる、こいつ。待って、3発が5発になってるってイメージ？結構めんどくせえな。なんかいい能力ないかな。あー、ここでウィングとか欲しかったな。お前鳥だし、なんかウィングくれねえかな。ねえ。多分くれないだろうな。いきます。邪魔です。よし。さあ、どんどん行きますか、もう。ちょっとスピード重視でいきますね。よいしょ。パッパッと行っちゃう。おおほほほほほ。速攻死ぬ。スピード重視で死ぬ。いや、でも絶対ね、このステージはビームが。このステージっていうか、ビームがすげえ有能。このゲーム。ね。やっぱダッシュアタックのこれがあるだけで、だいぶね、使い勝手が違うんだよ。顔怖い、君。スカーフィーの親戚、顔怖い。うわ、早いな、動き、今の。ねえ。ほら、これ、強すぎない？これ。痛い。待って待って、ビームなくなったから、まあいいや、パラソルでいいか。いいのかな。いきまーす。アイスは使いづれからいいや。敵が凍って便利なんだけどね。ボムも強いんだけどな。火力が低い。おお。あ、ファイターはちょっと欲しかったけど、壊しちゃった。まあいいや。はい。さあ、クラッコジュニア。いや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 。あ、ビーム来た。よし。どうしよう、こいつ。うわぁ！おら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 、ビビってんのか、お前、ビビってんのか、おらおら。おらおら、ビビってんのか。やべや。うわ、くらえや。よし。やっつけた？よーし。さ、クラッコジュニアリベンジはやっつけた。で、まだ本命のクラッコ残ってるからな。いや、クラッコと戦うってこと考えてコピー能力選んだ方が良さそうだね。ビームは確かに強えけど、つれえけどつれえって。なんか言葉が変な感じする。つれえけどつれえつれえ。なんかいい敵がね、敵というかなんか技があればいいんですけど。なんかないの、この辺。ペリッパーさん。よし。ペリッパーさん邪魔ですよ。よし。邪魔邪魔邪魔。このは、お花ちゃん強えな。ブッチュありがとう。ちょ、これはこいつはこうやってやっつけなきゃ。よし。さあ行こうか。ワトちゃん大丈夫？お花、お花大丈夫？ソードマーン。バイバーイ。うわ、クラッコ戦近いぞ、多分これ。大丈夫かな？さあ上にどんどん行きましょうか。パラソル。あ、プラズマとかどう？いや、でもプラズマ使いづれか。
発の威力的にも。あ、ミラーはあり。ワドちゃん、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 おいで。ワドちゃん、おいで。ワドちゃん、ワドちゃん。ミラー殺さないで、ワドちゃん。ワドちゃん、バイバーイ。よし。これダブルで水素。片方だけでいいよ。ミラー。うん、ビームと変わらん気がする。月入れないで、これ。入れた。月。よし。あ、バナナと。あ、回復アイテムゾーンね、これ。全然回復アイテム取れんけど。よし。缶ジュースください。缶ジュースとか長いこと飲んでねえぞ、俺。みんな飲むカンカン。ペットボトルしか買わなくなっちゃった、俺、ほとんど。え？ウィーリーが出てくんの？でも、ウィーリーとか使いづらくね？よし。うおう！ほら、ほら！よし。ウィーリー使いづれ悪いな。消すわ。さすがに。ウィスピーウッズで使うと。クラック、なんでウィスピーウッズやねん。クラックリベンジ。クラックで使う相手じゃないでしょ、これ。よし。おう。いや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 。全然効かねえ、クラック。やべえ。ま、このミラーアタックを、撃たい！何度か当てるしかないかなと思うんだけど。当たってる当たってる当たってる。痛い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 。結構きつい。さあ、もうちょっとだ。痛い痛い痛い。あとちょっと。頑張れ、俺。よし。くそ。このダッシュアタックの後の隙が、やべえ。うわーっと。あとちょっと。ご利用しできるか。よっしゃー、危ねえ。さあ、なんとか勝利。ギリギリやで、これ。まあ、でも負けてないから、セーフや。よし。ぽいよ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 。さあ次、ステージ4。あ！マウントデデデ、上空。ザ・スカイ・オーバー・マウントデデデ。いつもより高いところでから失礼します。あら。出た出た、なんかよくわかんない、これ、船。これなんだろうね、この船。めっちゃ撃ってくんやん、大砲。さあ、大砲の弾を避けて、上空戦だからね、いつもよりは。ねえ、当たらんぞ。カービィにそんな攻撃は一切当たりません。カービィ最強や、あれ。当たってみました。死にます。ちょっとワープさなかったらもう終わりやん、これ。いや、終わりじゃない。今まで集めてきた星がある。さあ、また出た。あ、名前忘れちゃった。スターシップだっけ。わかんないけど、その名前乗っていきましょう。もしかしてこれって、シューティングゲーム？あ、シューティングゲームだった。さあ、行きましょうか。うお、背景クソかっこよくね、これ。出てての。バーサス、飛行砲台ガジーラ、ピンチに登場、スターシープ、敵は、空のパニン、カブーラ、あ、カブー、ガジーラじゃない、カブーラ。カブーラ、大王ご自慢の飛行砲台だ。ね、行きましょうか。よし。敵の砲台壊せるね、これ。じゃ、気にせず打ちまくっときゃいいかな。ゴールドだけ打ち返せないって感じかな。うわ、一体突撃してきた、こいつずるい。そういう攻撃なしよ。オッケー。さあ、ゴールドとあの突撃だけ注意しておけば、基本は大丈夫かな。今食らったけど。ゴールド増えてきた、すげえ。待って、ゴールド早いのと遅いの混ぜないでよ。うおー。よいしょ。なにやいやいや、キラー撃ってきた、こいつ。それ、任天堂に許可取ってる。あ、これ、任天堂や。ハルケンやけど。オッケー。さて、マウントで上空は突破。さあ、今からまた、デデ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 大王とバトルです。ラストステージ、リベンジオブデデデ。行きましょう。大王様、カブーラーが撃墜されました。いかがいたしましょう。あれ、ワドちゃんやん。カービィがこっちやってくる。落ち着いて大王様、冷静に行動してください。そうだな、よーし、モノゾーンを出会い、カービィたちを蹴散らすのだ。なんかメタナイトの逆襲みたいになってるよね、今の。かわいい。さて、この道中のステージには、あ、ジェットとかある。ジェット欲しかったな、今の。まあ、いっか。ミラー、持ってまーす。なんもない、行くよー。なんか、ここ、まずは小手調べた。行くのだ、我がしもべたちよ。あ、出た、電話の人。電話じゃ目覚まし時計だ。朝だよ、起きてー。朝だよ、起きてー。痛い痛い痛い。
オッケー。さあ、もうこれいらないかな。マイク、あー、太陽様もうやられちゃいました。ノーレイ。次はそういかん。さあ、マイクあるから次の中ボスはサクッとやっつけれそうですね。よいしょ、これ。道中の雑魚敵だけちょっと、めんどくせえ。ういひー、マイク落とした、マイク落とした、マイク落とした。あぶねあぶねあぶね。3回使いまーす。やめろっち。あいつ覚えとけよ。早いとこ突破しよう。オッケー。さあ、次のボスは誰だ。おう、グランドウィリー、クライア。ペアヤー、こんにちは。よし。さあ、ウィリー乗っていきましょう。マカナ、またやられただと。カービィは我々の会に近づきつつあります。おのれはね、ピンク玉め、悔しい。大王様、お気を確かに。よし、行きましょう。だいぶ、出て大王、参ってるようですね。ざまみろ。痛い痛い痛い。結構やらしい仕掛けしてくるんじゃねえか、大王様よ。いやー、痛い。あ、こうやって、チューチューチュー。はい。さてさて。こうなれば3度目の正直。行け、ファンファンよ。ファイト。ファンファンか。しかも色違い。よし。シニラが食らってる間に、攻撃や。いや、俺が食われたー。シニラ捕まるのだ。ピンチやし。あ、俺が捕まった。やめてくれ。痛い。強いこいつ。あっぶねー、マジで。おい、強いね。よし。ファンファンもやられちゃいました。ならば、奴らを呼んでくるのだ。奴ら。まだいるのか、隠し玉みたいなやつが。誰だろう。怖いな。さあ、ソードとか。よいしょ。うわ、これどうしよう。ウィリーじゃあかんぞ。あ、でも回復アイテムあるからいいか。よし。バイバーイ。さて、仲間はいなくなった、ヘルパーね。一人で行けるはず。一人でできるもん、そこまでだ。カービィ、行け、ツインファイヤーライオンよ。あ、ダブルで来んの、ライオン。ねえ、ライオンキングダブルか。これやべえな、マジで。よし。やべえって、マジで。やべえって、これ。一緒に来て。よし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 。これ、こうやってくれ。あ、倒す、こうやって。むちゃくちゃやけど。よし。いいぞ、いいぞ、いいぞ、いいぞ。いいぞ、いいぞ。あと一発、あと別。来いよ、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 来いよ。よし。とどめだ。いけ。おい、ふざけんなよ。大変大変、みんなやられちゃった。誰か、あのピンク玉止めてくれー。俺は止まらねえぜ。よし、デデデ大王、今会いに行くぜ。大王様、カービィがそこまで来ています。よし。さ、さあ、次はお前たちの番だ。そんな、大王様、僕じゃ無理でーす。死に損ないべ、勝手にするがよい。行かないで、大王様。すまん。大王様。ワドちゃん、かわいそう。気は熟した、今こそ我が新兵器の力を見せるとき。ここなんや、これ。ちょ、待って。カービィ、目に物を見せてやる。いいねー。なんか新兵器あるんや、出てたようには。よし。どうやってこれ、下降りる？捨てなあかんか。よし。乗せて乗せて。乗せて。うい。うい、えいぞー。あ、あ、おほほほほほ。えい。えい。よし、オッケー。さあ、行こうか。誰？ワドちゃん。ワドちゃん、あるの？説明。ウィリーライダー、なかった。ワドちゃん、頑張って。あ。よし、行こうか。なかなか、いい相手だったよ。強かった。だがそこまでだ。何これ。さて、多分次出てたようだと思いますので、ソロで行きたいと思います。ホイールあれば楽勝でしょ。よく来たな、カービィ。さあ、その武器を取れ。あ、
あれね、メタナイト方式ね。あ、やばいやばいやばい、痺れたんだけど、ずるくないこれ。周り電気ビリビリ。リングやんけ。いよいよお前との宿命の対決に決着をつける時だ。マジか、出てたよ。うわ、マスクの出て出てた。この新兵器、ニューデテテハンマーの力、存分に味わうといい。よし。まあ、でも、ぶっちゃけハンマー最強やからな。はい、無敵の DA。よし。あ、鬼殺し。俺もくるくる回る。あ、お前無敵か、それ。ちょ、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 ちょ。頭あかん、頭気をつけて。よし。わあ、外れてんじゃん。鬼殺し、ちょっと待て待て待て。とどめ、うわうわうわ。じゃあな、でででー、かわいそう。ぽよ。さて、大王の逆襲。でてて大王はね、いろんな強化した雑魚敵とかね、たくさんのボスとか用意してきた。そしてね、自慢の新兵器も携えやってきたけど、結局は、カービィに勝つことはできなかった。デデデ大王の逆襲はならず。とぼとぼと歩く大王。そして、ワドちゃん。部下たちはね、どこを目指すんだろうか。お城はもう帰れないのかな。カービィに乗っ取られたのかな。ひどい、悪魔だ、ピンクのやつは。でもなんだかんだ言って、デデデ大王は部下に慕われてるのかな。な。めっちゃ可愛そうやねんけど、顔が。俺、スマブラとかじゃデデデ使いやからさ。デデデにちょっと同情しちゃうよね。うん。切ねえ。あ、バンダのワトちゃんがいる。ごめんな。置いていって。見捨ててごめんな。任天堂。大王の逆襲はならず。またしても負けてしまったけど。デデデ大王のね、復讐。復讐ね。まあ、いつかリベンジを果たしてくれるかも。果たす日は来るのでしょうか。さあ、メタナイトで GO! デラックスで遊べるようになりました。イェイ。よーし。さてさて、じゃあ今日はこれで終わりにしましょうか。お疲れでーす。ね。これ何をやるんやろこれ、メタナイトの逆襲って。わからんけど、メタナイト逆襲だ。メタナイトで GO! ってどこのステージあるんやろな。まあ、適当にやっていきましょう。それではご視聴いただきましてありがとうございました。お疲れです。また次の動画も見てね。じゃあの